ブルーロック、キラ君に対する反応集。顔芸も面白かったし、いい性格してる面白い男だから、イケメンだしな。プロフィール見て好きになったキャラ、エゴ出すところも割と見てみたかったかも。ドラゴンボールのザマスみたいになりそう。スペックは高いけど土壇場で動けないからしゃあない。劇場版で敵として出てくるんだろ。エゴを出すのが1秒遅かった男。ブルーロックの外でがっつり実績積んでてほしい。学生時代にブルーロックに来ちゃった先導って感じがする。最初に周りがただただ呆然としている中で、エゴに反論したので未だに好きよ。キラ君のプロフィールやかましいはポイント高くて好き。競技術と任命声優の無駄遣いやろう。バチラにポジション取られた人、実はキラ君推しなんだわ。裏ルートから勝ち上がってくるキラ君何度妄想したことか。まだブルーロック完結してないから再登場の可能性はある。キラ君が強くなる展開はあったら嬉しいけど、キラ君をブルーロメンバーより強くできる環境ってどうやって用意すればよいんだ。フルカレルトロック。